今回はですね、今現在使ってる透明水彩の筆を教えてくださいということで、太いの、中くらいの、細いのっていうのを紹介していこうと思います。初心者さんへのおすすめの筆とかっていうのは過去にねたくさんやってますので、まあ、今回はあくまで私がね今使ってるやつですね。でまあ見てもらったらね分かる人も多いと思うんですけど、私はねあのホルベインさん信者なんで、ほとんどがねホルベインさんです。アップデートもしていくと思うんですけど、もうほんまにね今現在のやつ。はい、まずね太い筆、他にもね使ってるんですけど、まあ、言い出したらキリがないので、あの特に使ってる子、はい、こちらですね、ブラックリセーブルのシリーズ。この子はですねもうマジですごいねしなやかで、めちゃめちゃね柔らかくてね優しいんですよ。毛がほらふわーってしてる感じ、これ伝わるかな、このふわふわ感。なので水の含みがねめちゃめちゃいいし、すごいね柔らかくてね優しい線が描けるんですよね。でまあこの子は過去に動画でもしたキャッツタンシリーズっていう子で、あのその名の通りね、この先がキャッツタン、猫の舌みたいな感じでねなってるんですよ。なので先を使えばこう細い線も引けるっていう子ですね。こう広範囲を塗るときとか、思いっきりねグラデーションしたいとき、水ドバドバ系の絵を描きたいときとかは使いますね。まあ筆のね毛の種類だったりとかもいろいろあるんですけど、他の動画でも言ってるので、今回はね難しい言葉は使わずに割愛してお話ししていこうと思います。でまあこのちょっと細めの子の場合ね、まあ1本3100円とまあいいお値段するんですけど、まあ、その分ね1個あればもう困らないですね。めちゃめちゃ描きやすいし、こうかなりね幅広い線が引けるので、水の含みもいいから、もう無限にねずっとこう線が引けるような感じで、かなりお気に入りでもうずっと使ってますね。はい、じゃあ次、中くらいの太さのやつ、このあたりかな。まあ、これはさっきと一緒ですね、あのブラックリセブルのキャッツターン、この先がとんがってるやつのちょっと細めのやつですね、3号。あとは同じくホルデインさんのこのコリンスキーのやつ、もうこの子もねふわふわ、なんか私結構ねこのお先がねもうあのふわふわしてる子が好きなんですよ。まあふわふわしてる分そのたっぷりかけるで、細い線とかも結構引いたりするので、この1本の線が長持ちする子がいいんですよね。もうずっと無限に引けるみたいな。でまあ過去にいろいろ使ってきてはいたんですけど、まあ、その中でもね、まあ、今はこの子に落ち着いてるっていう感じでずっと使ってます。なので逆にねこういうのええよみたいながあったらね、逆にめっちゃ教えてほしいですね。もうずっと私冒険しないタイプやから、いろいろ試してこの子にね今落ち着いてる感じなんで、まあそろそろね新しいのも試してみたいなって感じで。あ、でちなみにねこっちはね、まあ、過去に動画にもしたダヴィンチっていう筆ですね。もうここがかなり長く、もう水もねドバドバ入ってるんで、こう太い線だけじゃなくこの先をね使うことで、もうこの太さでもこういう細い線が引けると、で横にしてあげるとかなり太い線も引けると、もうこの違いですよね。こう細くもできるし、こっからこうグッと太くもできる。こう入って、スッって感じ。めっちゃ綺麗やない?もうほんまに綺麗。もう大好き。やっぱりコリンスキー系のふわふわの筆が好きなんやなって自分で思いますね。なので最初はね、全然数百円とかの筆でも、あの、マジで問題ないです。というかもうそれでね、おすすめのやつも紹介してるので、問題ないけど、まあ、いろいろ使ってくると、まあ、やっぱりね、値段に比例するというか、あ、そりゃお高いわ、みたいな書き心地の子がね、出てきたりするので、もう今はね、この子たちにもうずっと頼ってるというか、あの、一緒にね、共に歩んでってくれてる相棒なんですけど、まあ、書きにくいわけないよねっていう感じの書き心地。はい、この子が、ホルベインさんのコリンスキーのやつですね。はい、じゃあ次ね、細いシリーズ。はい、この透明水彩のね、細い筆知りたいっていうね、意見も結構ありました。で、よく使う、ちょっと細めって感じかな、のジャンルでは、この2本。これはね、あの、過去に1本だけで動画にしたんですけど、これ、折りたたみ式なんですよ。で、こうやってね、取って、こう中にね、こう直して、折りたたみで持ち運べるやつなんですよね。で、まあこっちもそうで、こうやって取って、こうやってしまって、こういう感じで持ち運びができる子。で、もちろんね、書き心地も問題なく細い線だったり、ほら、この水の含みがね、最強でずっとこう線が引けると。なんで、この水をね、いっぱい使う部分。例えば、水彩色鉛筆とか、この水彩でね、色鉛筆で色塗ってから、上からこう水でぼかしたい場合とかっていうのも、水がね、たっぷり入る分、かなり役立ってくれます。で、こっちのね、ちょっと太めのこの子。この子はですね、単体売りは今はされてないみたいで、あのホルベインさんの固形水彩を買うことでセットでついてくる筆ですね。でこの子はもう過去何年やろう、 2,3 年ぐらい前かなからずっと言ってる。私この子めちゃめちゃ好き。もう
太さもちょうどいい感じで、ちょっとここが長めなんで横にしたらね、こう太い線も引けるし、ふわふわというよりなんかトロトロっていう感じ。もうねこれはね一回使ってもらったらわかるけど、あもうそれは高いよなっていうような書き心地をしてくれます。ただ、まあ、絵の具もねセットで購入するとついてくる子ですね。かなりおすすめで、さらに細いの、まあ、この3本ですかね、一番細いので書いたりするやつ、まあ、またまたコリンスキーなんですけど、 SD ショートってやつですかね。これは0番で細い中でも結構太め、こうグッて力を入れるとね、ただ立てて使うとこの細さが出ます。でもう極細、もうめちゃめちゃ細かいの描きたいっていう時は名村さんめっちゃ使わせてもらってます。このね緑が特徴のね名村さんのシリーズ、この子はね、まあ他にも太さあるんですけど、私はねこの1って書いてるやつですね、これをよく使ってます。この子がねマジ文字通り最強で、まあ、ここもね長いので水の含みももちろんいいし、めちゃめちゃ細い。わかるかな、この細さ、シャシャって書いてあげるとこんな感じで、今ねこんだけ書いてんのに全然インクがねなくなる気配がないんですよ。もうずっとこのキャンバスとか紙に向かって書き続けられるので、まあ作業効率も単純にいいと。であとはこうね近くを持ってもっとこう細かいとこ書きたい時にはこの子ですね。まあこの三角形になってるのがポイント、これがねすごく良くて、筆とかってさ書いてるとこう転がっていっちゃうじゃないですか。でその時にこう画面にねガーって入ってきて、おーちょちょちょみたいなことがあるんですけど、まあ、この子はね三角になってるのでしっかりこの上でねこうピタッと止まってくれる、転がらないので純粋にねあのストレスがね少ない。まあ太さとか細かさも申し分なくてですね、力入れたらここまで太めが描けるし、力を抜いたらこれぐらい 0.03 のミリペンで描いてるような感じなので、まあ、私がね今ハマってる子の中では一番細い細かいのを描くのはこの子で、まあ、トータル的でよく使うのはこういうね折りたたみできる固形水彩についてるこの子で、太い線引く時に使うのが、この子ですね、ブラックリセーブルっていう感じです。なので、まあ、これはね好みもあるし、もう私のね、今使ってる段階なんでかなりねメーカーさんも偏ってますし、まあ、あくまで参考程度にしていただければなと思いますね。で初心者さん向けの筆も概要欄に貼っておきます。であとこの水彩描くためのパレットですよね、パレット系のおすすめっていうのもね最近やったので、こちらも概要欄貼っておきます。よかったらね一緒に水彩、透明水彩楽しんでいきましょう。そういう感じでここまでありがとうございました。じゃあ画力上げていくために一緒に頑張っていきましょう。バイバイ。